値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます、こんにちは、こたパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。はい、早速本題に入っていきたいんですけども、サムネの通りです。はい、ちょっと眠っていたものをね、呼び覚ましてですね、どうにかしてまたこの世の中にね、今度は中古品としてさまざまなね方にリユースしてもらおうと思って売る決意をしました。はい、いろいろね選んで、これはいる、これはいらないってやってる中で、やはりね YouTube を始めた初期にレビューをさせていただいたものがやっぱり多いなと、数全体の数に対して多いなっていう感じと、あとはですね、性能が思いっきり被ってたりする商品、その辺なんかも見繕ってですね、かき集めました。まず数からお伝えしますと、全部で総数が45です。45個イヤホン、ヘッドホン売ります。そのうち44個は、ワイヤレスイヤホンとなります。一つだけヘッドホンを売却します。まあ、売却っていうか買い取りなんだけどね、本当はね。はい、正確には買い取りをしていただこうかなと思っております。依頼先は、いつもね普段利用させていただいているイヤホンさんの方にお願いしようかなというふうに考えています。果たしてね、俺も自分の持ってる数に、あ、全然100を超えてるなとか思っちゃうぐらい、今回売るのが出てきちゃったので、総数で俺いくつ持ってるんだろうっていうのがもう分からない状態なんですよね。今回はたまたまね、あまり手をつけないイヤホンボックスみたいなところにドーンと溜まってたんで、そこをほじくり返して、あ、これはもういいかな、これは、あ、これはもうちょっとキープしたいなとかっていうのを洗い出しをして、最終的にワイヤレスイヤホンが44でヘッドホンが1つという形になりました。私が YouTube 始めたのが今年で3年目になるので、その時期に出たものということなので、まあその当時はそれなりにお値段してたものもあるんですけど、まあ今となってはね、いわゆる中古価格、だいぶ安いお値段で買えるようにもなってるとは思うんですけど、僕のね家に貯めといてつぶらせているのもかわいそうだなと思ったので、自分でね興味があって買った商品である手前、まあ心苦しい部分もあるんですけど、ここで、ね、眠っているよりは他の方にねの手元等に届いて使っていただいた方がいいんじゃないかなと思って今回決意しました。これからねイヤホンさんの方と連絡を取り合いながら、まあ、最終的に、金額面でどうなるのか、あとはまあほとんどですね、ほとんど9割以上箱から全部揃って私は取っといてあるのでありましたし、箱とかね一部欠損しているものは本当に 2,3 個程度だったので、パッケージがないっていうのもちょっと悲しいもんだと思うので、まあパッケージをこじくり返して元の状態に戻して箱に戻して今整頓したっていうところです。まあこれに関してはですね、そんなに結論がね、長引くとも思いませんので、ね、結論が出次第また動画の方を上げさせていただきたいと思います。今日はね、この辺でいいかなと思っております。動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。大台に乗せて頑張れよと思ってくださる方、グッドボタンとチャンネル登録、そしてお祈りをよろしくお願いします。あとね、高評価いただけるだけで私の動画作成モチベーションパキッと上がるんで、その辺を皆様よろしくお願いいたします。はい、というわけでイヤホンは自分のね子供みたいなもんだから、大してね値段がつこうがつかまいがそれは別にいいかなと思ってるんですけども、それなりのお値段で買い取っていただいてリユースしていただければねよろしいかなと思います。はい、それではですね、私とはまた次の動画でお会いしたいと思います。果たして次の動画の時に結論が出ているのかどうか、皆さん楽しみに待っててください。はい、それでは皆さん
素晴らしい音楽ライフを送っていきましょう。それではごきげんよう。バイバーイ。